アッカデミアカッターラ、またはカッターラ美術館はイタリアのベルガモにある美術館、美術学校である。この美術館は芸術活動のパトロンで美術品収集家でもあったジャコモカラーラ伯爵が18世紀の終わりに膨大な美術コレクションをベルガモ市に対する遺産としたことに始まる。伯爵が1796年に死去した後彼の遺産である。 美術品及び美術館の管理は任命された代理人によって長年行われてきたが、1958年以降は、ベルガモのコムーネが直接監督している。美術品を展示するための建物は、建築家、レオポルド・ポーラックの弟子、シモーネエリアに設計が委ねられ、現在見るような新古典主義様式の建物が1810年に、竣工した。聖セ,セバスティアヌス、年。 1502年美術館は、寄付と購入により、コレクションを増加させ続けている。2006年現在で、14世紀から19世紀までの1800枚の絵画を所有し、アントニオ・ピサーノ、サンド・ロボッティ・チェッリ、ジョバンニ・ベリーにアンドレア・マンテーニャ、ラファエロ、ジョバンニ・バッティスタ・モローにエバリスト・バスケニス、フラ・ガル・ガー・リオ、ジョバンニ・バッティスタ・ティエポロ、 ジョバンニ・アントニオ・カナル、ジョバンニカル・ノ・バリラ、数多くの画家の作品を展示している。また、絵画の他にも、多くのドローイング、版画、ブロンズ像、彫刻、陶磁器、家具、メダルなども所蔵している。1793年、ジャコモ・カラーラ・白爵が最初に、自らのギャラリーを一般公開したのと同じ頃、彼は、ドローイングと絵画の家庭のある学校も美術館と、 同じ場所に設置するべきだと考えた。こうして設立された美術学校は1912年まで美術館と同じ建物にあったが、現在は近くに独立した建物を構えている。1988年以降、美術学校は公認のアッカデミアディベルレアルティに昇格した。1991年、近代及び現代美術ギャラリーが併設された。ゲイモックは、 美術館の新古典主義の壮麗な建物の裏手にある、かつてのジメッセイー・セルベット女子修道院の建物を改修して入居しており、3階建ての建物の中に10室の展示室を設けている。1999年6月より、ジャン・フランコ・スパヤーニとルイージャ・スパヤーニの購入したコレクションが寄贈され、20世紀のイタリア及び世界の近代美術、 現代美術作品が充実した。この中には、ウンベルト・ボッチョウに、ジャコモ・バンラ、ジョルジョ・モランディ、マッシモ・カンピーリ、フェリーチェ・カゾラーティ、アルベルト・サビニオ、ジョルジョ・デ・キリコ、ワシリー、カンディンスキー、グレアム・サザーランド、ジャコモ・マンズーラが含まれている。ありがとうございます。